どうも、ビレジェンド染田です。ビレジェンド上野 と鍵谷です。上野さんには言わせてあげないですね、はい、ご紹介に預かりました。ビレジェンド上野です。で、今日は何ですか？今日はそうですね、結構ね、時間ない時とか、うん、誰でもね、あるかと思うんですけど、まあ、僕は結構時間はあるんですけど、鍵谷さんとか特に結構時間ないかなっていうふうには。何その自虐なの？いやそんな時ね、トレーニングでもやっぱりこう短くてもやりたいっていう時あると思うんですけど、あるそういう時のこう時短トレとかってどうされてるのかなと思いまして、その辺を今日はちょっと皆さんのご意見を聞いていきたいと。時短トレ、はい、多分トレーニングをするが可能な時間ってあるじゃないですか、はい、で何分よりも少なきゃもうしないみたいなところがあると思うんですよね、はい、何分あったらやるなみたいな。そこからお二人どうですか？僕はもう30分取れないんであればやらないっていう選択になると思います、うん、はい。鍵谷さんは？俺微妙だけどな、45分から1時間かな。ああ、そうだ、1時間、まあ40、まあ時によるかな。もうなんかもう短いの分かってて、でもやりたいからって言ったら45分でもやるとかっていうのあるけど、うん、普通だったらやっぱ1時間は欲しいかな、うん、そうですね。でも基本的にやっぱり時間は1時間欲しいですけど、でも30分しか取れないっていう時もあると思うので、30分だったら俺も帰っちゃうかな。あ、そうですか。上野君はどう？私も、染田さんと一緒で30分以下だったらやらないです。でも30分あるならどうにかねじ込む感じ。あ、素晴らしい。でその時どういうことをしてるかっていう話ですよね。そうですね、はい。30分だったら染田さんは何ですか？例えば僕腕をするとしたら、ね、もうスーパーセットで多分30分あれば休憩をあまり入れずにもうひたすらやり続ける感じだと思います、僕でしたら。はい、鍵谷さんは？あ、そうですね、はい、俺と30分だったらしないけどね。でも40分、45分ぐらいだったらもう同じような感じ。もうあのインターバルなしでスーパーセットで、ピラミッド法で重量上げて下げてってやってるかな。で、あの頭が痛くなるまでやる。頭が痛くなる。酸欠になって頭痛くなってくるから、ガーッとやりすぎると、はい、で頭痛くなってくると次のセットができるか、もうそのままもうちょっと頑張ろうと思ってもうちょっと別の種目とか別の部位とかやるんだけど、もうダウンでもうダメだってできなくなって20分ぐらいグデーってなって帰るみたいなわけわからない状態だから。私はなんですけど、はい、そもそもやる種目、あのやる部位を限定します。30分しかなきゃ多分やるとしたら肩とかだと思います。肩か腕とかですよね。そうそう、足とか、ね、足胸背中やらない、はい、で、まあ、例えば仮に肩をやるとしても、もう種目をこう肩の場合もレイズ系3種目だけにして、うん、で、ドロップセットかハイレップ、うん、レイズっていうのはフロントサイドリアってこと？そうですね。そこをスーパーセットだったりトライセットみたいにはしないですけど、ハイレップもしくはドロップセットでやります、うん、でこれはもう逆にの話なんですけど、逆にそういうエマージェンシーの時しかそれはしないので、うん、普通の日の時にそういうテクニックは絶対に使わないようにして。ああ、そう、はい、普段は何をどんなふうに？普段はもうストレートセットです、全部。はい、うん、大体そうですね、狙ってる重量が3、4セットですね。で、まあそれを更新していくっていうくらいに、うん、本当に至ってシンプルなやつしか普段はしないようにして、それをすることによって急な時でも新たな刺激で対応できるかなと。なるほど、うん、むやみにそう小細工を普段から使わないようにしてます。そっか、俺小細工しかやらないなんかあんまりだからね。だからこの間ね、久しぶりに、まあ、ちょっと3週ぐらい前から減量し始めたのもあって、食事もちゃんとつけるようになったし、一昨日ぐらいからトレーニングメニューも久しぶりに書いた。そうですか、うん、だからちょっとちゃんとやっぱりねやんなきゃダメだね、うん、でもう久しぶりにもうね、ここもう見てる人も笑っちゃうと思うんだけど、半年前に初めてベンチ100キロ上がって、やっと100キロ上がって、でやったって言って、まあちょっとシュッと上がるようになったね。だけどまあそこからちょっともう仕事とかいろいろあって半年ぐらいろくにトレーニングできなかったんだけど、でまあまあ最近この1ヶ月ぐらいちょっとちゃんと詰めて週4ぐらいでやるようになって、ベンチもちょっと重いのやろう。もうやり始めの頃って85キロしか上がんなかったの。ああ、そうですか。でマジか。でそっからねコツコツ積み上げてね、3週1ヶ月ぐらいかな経ってやっと
はこの間100上がった。でも3週間で上がるようになるんですね。3週間か1ヶ月かちょっと分かんないけど、まあでもそれぐらいで戻せたから、まあ、トレーニングはその前から1ヶ月ぐらい前からちょっとやってたけどね。だからまあ1ヶ月ぼちぼちチャラチャラやりだして、でちょっとちゃんとやりだして3週間ぐらいって感じだった。うん、じゃあ何の話だっけ。時短トレです。そう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 。であとあのたまにやるのは、あの普段やらないちっちゃい部位だけやるとか、例えば30分しかなきゃもう腹筋しかしませんとか、普段なかなか腹筋って何かと組み合わせるじゃないですか。あとはもう前腕とか、前腕やっちゃおうかなとか、リストガールとリバースであって、でそれで、まあ、それでまあ30分今日はその日っていうことにしてやってみたり。面白い。そうだから、だからそういう風にこう意識がそっちにこう向かせるためには、やっぱりトレーニングの引き出しを持ってる必要があるかなという風には思いましたね。梨状筋だけ鍛えるとか、どこどこよく分かんないよね。そうです。梨形筋だけ鍛える、梨形筋だけ鍛えるのはアイソレートが背中はアイソレートめちゃくちゃ難しいよ ね、 そうですね。後背筋には効かせずに梨形筋だけに効かせる、どんなローイングだろうみたいな。なんですかね、もうなんか EM できないよね。そんな EMS とか貼らないともう無理じゃないですか。電気刺激の理論上できないだろうね、そんなこと。やっぱり良くないのは、そのまあトレーニングをするにしても休むにしても、ああの短いなと休んじゃうなっていう風な思考にならないのは大事です。なるほどね。休むだったら休むで、もう今日はないからない。そう。短くてもやるんだからやるっていうね。そう。立場の取り方ね。なんかそのやっぱり思考で多分その出てるコルチゾールとかも違ってくるのかな。なるほど。あるの。もうあえて休んでると。ストレスになっちゃうね。ストレスホルモン出ちゃう、ね。そうですそうです、ね。だからあえて休んで、あえてもう時短トレですら。俺様は追い込めるんだぜくらいな、それくらいのこう気持ちでやってやったぜくらいの方がやっぱりいいのかなと思いますね。アクティブレストに、休む時はアクティブレストとしてやると、なるほど。で、まあさっきおっしゃった海外さんみたいにスパッとやめるのも一つで、だから一回そういうふうにレストを挟むことで次のトレーニングの強度を上げれたりっていうのもあるんですよね。あ、それはいいよね。結構ね、やっぱり皆さん回復するもんね。そう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 、ちょびっと休むとね。なんかね、こう皆さん勤勉だから毎日やるからやりたくなっちゃう、ね、そう、それが実はあの一つ一つのトレーニングの強度を下げている原因になっている可能性もあるので、緩やかなオーバーワークになってるみたいな。そうですね、そうそう、なんかそういうところがあるので、そこを一個入れてこう見直せることも大きいかなとは思います。時間が短いからこそできない、そういう時でしかやらないような種目を持ってってもやっぱ面白い。さっき私が言ったみたいに、ハイレップとか結構いいですよ。今日はダンベル3キロ持ってサイドレーズ100回やってみようかなとか。入るよね、意外と。そういうなんか100レップとかやると100レップフォースね、入るよね。たまにそういうのを入れても面白いかな、うん、僕も結構あの毎日毎日やってしまうタイプなんで、もうちょっとそういう時間がね取れない日とかあるんであれば、もうメリハリつけてしっかり休んで、その次のねやっぱトレーニングにかけるっていうのも一つの方法なのかなっていうのは今ちょっと思いましたね。染田さんは割とトレーニング休んでる時もフットサルがあるからね。そう、だから実際休んでるようで休んでないかもしれないですね。そうです、だからフットサル入れてしまうと週7なんですよ本当に。すげえな、はい、しっかり休むのも大事かなっていうふうには今思います、ね。フットサルの日は筋トレしない、筋トレはせずにあのフットサルやるっていう形ですね、はい、っていう感じで、はい、そろそろいいですかね。そうですね、はい、そういう皆さんの時短トレも聞きたいね。そうですね、もうどういう気持ちで臨んでるかとか、そもそも休むのかやるのかみたいな、そういうところも含めてコメント欄いただけたらと思います、はい、というわけで、そうそう、染田さん、あの締めていただいて、はい、はいはい、そういたしましたら、この動画がね良かったっていう方はグッドボタンでチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。